ナチュラリープラス台湾林シアンさん、どうぞよろしくお願いいたします。 Please welcome Miss Lin with a big round of applause。非常荣幸跟这么多优秀的成就领袖同台，也谢谢公司给我这么大的一个殊荣，站在东京横滨巨蛋的年会上，代表台湾的成就领袖跟全球的伙伴一起分享。こんなにたくさんの優秀なスピリットのメンバーとともに登壇できまして、かつスピリットメンバーの代表としてこの、輝かしい舞台でアリーナという舞台で、皆さんとスピーチできることを本当に光栄に思って、会社に感謝いたします。我过去的职场是一家大公司的资深经理，30多年的工作都是劳动式的收入。私は前の会社は台湾の 大手企業であって、30年間勤めまして、すべて労働収入でした。尽管我很努力很认真很卖命也很成功过。私はとても、頑張りました。もちろん成功もしました。但是业绩夜夜归零，年年归零，30多年全部归零，所以也没有时间上的自由，同时也失去了健康。ただしですね、売上のノルマがありまして、毎月はゼロから、そして毎年はゼロからスタートして、この30年間はゼロからスタートして、本当にね、自由な時間もなく、体も壊してしまいました。今天透过李佳丽的一支妙重新找回我人生的希望、热情和梦想。ナチュラルプラスと出会って、泉尾と出会って、希望を見つけ、そして情熱と健康を取り戻しました。因为体力跟年龄的关系，我已经是一个有三个小孙子的 grandmother 祖母外婆。年齢と体力のせいで、実は私は、3人の孫を抱えている、おばあちゃんです。そう見えませんか？各位可以猜猜我的年齢是几歳哦。私の年齢当ててみてくださいね。我相信台下有跟我一样年齡的人，在这个区块里面，我们也许现在不是头脑最好的，不是能力最好的，不是速度最快的。今日も、きっとたくさん私と同じような年齢の方々もいらっしゃると思います。我々の年代では必ずしも一番頭のいいものではなく、能力が一番高いものでもなく、達成スピードが一番速いものでもないでしょうが、但是我们有丰富的社会历练，我们有过去所有的活力，我们可以持续不断坚持分享利佳丽这么一间人道的公司。でも私たちは豊かな社会経験がありまして、それを生かして、ナチュラルプラスで、頑張り続けて、この、ナチュラルプラスの情報をシェアしていきたいと思います。就像他的宗旨一样，世界和平。ナチュラルプラスのスローガンであるように、世界平和を邁進していきたいと思います。我们可以带着我们的家人、更多的伙伴、
一起帮助更多的人。私の家族と仲間とともにもっと人を助けていきたいと思います。在利嘉利的舞台上完成我们最终的目标。ナチュラリプラスという舞台で我々の最終目標を達成するように頑張りたいです。说真的，遇到利嘉利，我真想真想再多活个五百年。ナチュラリプラスと出会って本当に本当にさらに500年生きていきたいと思います。当中活得更有活力、更有价值，而且更快乐。これからの生活、老後生活をもっと豊かに、もっと楽しく、もっとエネルギッシュで、やっていきたいと思います。祝福所有台下所有的伙伴们，在利嘉利的舞台上也完成你们最大的梦想。ぜひ、今日皆さんも自分の目標、自分の夢を実現できるようにお祈りいたします。祝福大家身体健康、心想事成。皆さんも健康であり続けて、そして、思う通りに、過ごしていけるようにお祈りいたします。我也要请全球所有的伙伴们祝福我们台湾分公司2020年股票成功上市。ぜひ皆さん、台湾はね、2020年上場成功するようにどうかご支援をくださいますようよろしくお願いいたします。台湾加油！台湾一致吗？どうもありがとうございました。Thank you very much。谢谢，谢谢。Thank you, Miss Lin。林さん、ありがとう。